アルマニサモリダ・シルバモレーラは、ギニアビサウビサウ出身の同国代表の、元サッカー選手。ギニアビサウのビサウで生まれると、1995年に、ボアビスタ FC の下部組織に入団するが、プロ選手として、キャリアを開始したのはレンタルで過ごした、コンドマル SC とジルビセンテ FC だった。1999年に復帰すると主に、控え選手として過ごし、最終年に、 クラブ史上初のリーグ優勝を経験した。モレーラは、スタンダールリエージュへ移籍すると、すぐに人気選手となったが、ベルギーで5年過ごした後の2004からレゴシーズンに、ハンブルガーエース V に完全移籍のオプション付きで、同僚のエミール・ムペンザと共にレンタルへ出された。2006年8月、 当時ポルトガルをベースとしたポルトガル5県の選手が多数在籍しているロシアの FC ディナモモスクワへ加入した。しかし、その選手たちの大半と同じように不安定なプレーを見せたため1月にポルトガルへと戻っていった。CD アベスではトップレベルからの降格を避けるために戦っていたが結局実現しなかった。2007年7月5日、モレーラは セルビアのパルチザンベオグラードと2年契約を結び、背番号10を与えられ、クラブを代表する選手になっていった。7月19日に UEFA カップ2007から08の HK ズリニスキモスタル戦でデビューをすると、8月2日に同じ相手に初ゴールを決めた。2007年7月29日、同じベオグラードを拠点とする、レッドスターベオグラードとのエターナルダービーでゴールを決め、 2から2で引き分けた。遺跡初年度の2007から08シーズンに28試合7ゴールを記録。リーグ優勝に加え、セルビアカップのタイトルも獲得し、ダブル達成に貢献した。2008年12月3日、UEFA カップ2008から09のセビージャ、FC 戦で試合開始8分に負傷交代し、病院に運び込まれた。2009年4月10日、 新たに契約期間を2012年まで3年延長した。2008から09シーズンはコンスタントなプレーを見せると7人のチームメイトと共にベストイレブンに選ばれ再びダブル達成に貢献した。2009年8月5日、前日に母親を亡くす不幸に見舞われたものの UEFA チャンピオンズリーグ2009から14戦3回戦の アポエル FC 第2戦に出場することを決意。開始3分にゴールを決めたが、最終的に1から2で敗退した。2010年2月27日の FK ボラツ、佐々木戦55分に、サシャイ・リッチと交代で出場し、パルチザン出場100試合を達成した。90年代後半に U-21 ポルトガル代表として、約20試合に出場。 2002年のバーレド定常夏季大会に B チームとして出場し優勝した。2010年にギニアビサウのサッカーがプロ化することに伴い、祖国のギニアビサウ代表でプレーすることを決意。同年10月32歳にして初キャップを記録した。レナードリターンズツー・スタンダードハット、ゴズクトウンとゲフンデン副長セビージャ、パルチザンに解消ドクターモー。 キープスパルチザンインピークコンディション、トーネオ・ドゥーベール・ドゥーテジョ2012付近、クオリファイングプレビュー、ギニア・ビザオ・ケニア。ありがとうございます。